ヘンウェンは、ウェールズの神話に登場するメス豚で、ウェールズの三大詩によれば、穀物とすがるをもたらす、豊穣の豚である代わりに、災禍である、キャスパリーグという怪病も生み落とした。この猫は後に、アーサー伝説の景況もしくは、アーサー王自身と戦っている三大師、ブリテン島の三人の強大な豚飼いたちによれば、このメス豚の飼育を担当したのは、コスバブ・コスブリュイという名の豚飼いで、ダスウィル・ダスベンのお抱えであったが、遺本によれば、ダスウィルは、コーンウォルに、自分の名を冠した谷を領していた。つまりは、豚も豚飼いも、元は、コーンウォルに住んでいた。このメスは解体していて出産が迫っていたが、もしこれを許せば、ブリテン島は不幸にたたられるだろうという託宣が出たので、追われ、ヘンウェンは、コーンウォルのアウスティーン岬で海に突入した。メス豚はやがて、ウェールズ南端に上陸し、グーエント王国の分領、グーエントイスイコールコイのアバータロギという地に現れた。メス豚ヘンウェンはこの後、様々、ウェールズを北上しながら縦断し、土地ごとに、あるいは豊穣の、あるいは、弊害の生物をもたらした。狼と、ワシは名士にもらわれたものの、もらったものにとってはかえってあだとなった。豚飼いは、子猫を取って、アルボンの、メナイ海峡に投げ捨てた。海峡を隔てた、アングルシー島、ウェールズ語モーン。ラテン式モーナのパリーグの息子ら兄弟が拾い育てた、猫は、ガイナス災禍キャスパリーグとなってしまった。タリエシンの書の一編、馬の歌、または、第一行を取って、トリット・アニュ・インドルともには、ヘンワンという名の馬が登場する。ありがとうございます。